おはよう。これってもしかして私に言ってる？細川ゆきさん、クラスでは派手めの男女と仲良くしてる。これって単純に私の背後に細川さんの友達がいて、そっちに挨拶してるってパターンだよね。でも、もし私に挨拶してくれたとして、それを私が無視したとなると、それはそれでえらいことになりそう。とりあえず振り返ってみる。どっちでもない挨拶を返す、同じ強さで挨拶を返す、ガン無視。これだー、ゴミに突っ込む。そしてこけることにより自然に後ろを確認。誰もいない。うん、大丈夫。やっぱり私に言ってたんだ。っていうか細川さんいい人。ごめんね、ありがとう。緊張する。そりゃあんなことすら一緒に行く流れになるよね。これは自由の下の私に与えられた試練。とりあえずこういう時は共通の話題を振るに限る。部活？うん。テンパって謎の質問しちゃった。部活って何が聞きたいのよ。おい、ゆき。おはよう。おはよう。細川さんの注意がそれてる。スワットターン。もうここで遅刻にならない時間ギリギリまで粘ろう。そろそろかな。いやー、しかしゲームのモノマネでスワットターンやってみたけど、意外とうまくいくものね。私は暗がりでひっそり生きていくよ。へえ、日本語ローカライズ版出るんだ。あれ、細川さん、てっきり先に行ったのかと。だって会話の途中だったし。マジかこの人。宮野さんってお腹弱いんだよね。私は何も言わずにトイレで難産かまして、あげく人を待たせたまんま雑誌読んでる。クズになってるじゃないか。せっかく細川さんが仲良くしてくれようとしてたのに、疑ったり逃げちゃったり。あの時言いそびれちゃったけど、私言わなきゃいけないことがあるの。おはよう。あ、やっちゃった。おい、おはよう。なんだ、くしゃみか。